この動画は、これらのモッドを使用して、やりたい放題するだけの動画です。過度な期待はしないでください。キノコの里の好戦的な姿勢に懸念を抱いている、ともっちゃです。前回は、キノコストリートと、小海底の格納庫を建設しました。今回も、クアーリーの作業が終わるまで、キノコの里周辺の開発を進めていきます。前回でも言っていましたが、キノコの里は複数の村と紛争を引き起こしています。キノコの里の南にあるインド文化の、ハンドル村や、南西にあるノルマン文化、西にある日本文化の金沢村、北にある運河建設予定地の、ノルマン文化の村など、手当たり次第に戦争を吹っかけています。実際には、戦争を吹っかけられている、いじめられっ子状態なのかもしれませんが、とりあえず、南のハンドル村と、北の運河予定地の村との戦争は、ともっちゃのは平行省によっては僕、西にある日本文化の金沢村と、南西のノルマン文化の村とは、戦争状態が続いています。キノコの里は、南西のノルマン文化の侵略を撃退し、逆に攻め込むつもりのようですね。次回あたり、殲滅戦に同行して、村を焼き払った方がいいかもしれませんね。とりあえず、今回は建設を進めておきます。運河建設に向けて、ピリカンプとの中継拠点となる港を建設しておきましょう。ついでに、拠点となる建物も建設しておきます。ざっくりと港湾を建設して、港湾事務所も建設。続いて、拠点となる別荘を建設しておきます。サクッと完成。港を建設している間に、クアーリーも無事に作業完了。灯台周辺も無事に沈没。広大な海が広がっています。第二油田プラットフォームに比べて、一見しょぼい感じになりましたが、立地を示すには十分でしょう。海上航路が開通しました。早速ウェンカムイを、港に持っていきましょう。いけない。このまま移動したらヘリが海に落ちちゃいますね。ハリボテモッドは MC ヘリモッドのユニットを輸送できないので、先にヘリを移動させておきましょう。せっかくなので、港湾設備を紹介しておきますか。適当な空き地に下ろしてっと。港を見渡せるように高台を設置。港事務所と、住居のセットになります。事務所と住居、どっちから見ましょうかね。とりあえず、住居から。屋根を斜めブロックにしようかと思いましたが、傾斜が一定ではないので階段ブロックと、ハーフブロックで構成。窓周りにアクセントを、つけていますが、ともっちゃは、この手のゴテゴテした装飾には、あまり気乗りしないタイプ。なんていうか、目にうるさくない、シンプルでモダンな方が好きですね。内部は拠点機能に必要な分だけを設置。運河建設用資材はピリカンプから直接輸送するようにします。事務所は机と椅子だけ。内装を設置しない理由は後でわかります。
フェンスではなく、板ガラスなのでショートカットに使えます。こっちは不等。斜めブロックで移動が楽ちん。安定の立ち退き拒否筋。あとはここにウェンカムイを持ってくるだけですね。せっかくなので、ヘリでぐるーっと舐め回すように見てみます。次はどこに何を建てるかを、脳内で組み立てておいて、予定だけ建てて満足し、建設しないパターン。雨が降ってきたので第二油田プラットフォームにヘリを置いてウェンカムイに戻ってきました。とりあえずウェンカムイを移動させておきますかね。灯台が見えるまで前進。灯台が見えたので取り火し、ちゃんと灯台の役目を果たしてくれていますね。油田プラットフォームとの間を抜けてキノコの里の港に向かいます。キノコの里の港って微妙に言いづらいので、キノコの港でいいかな。慎重に接近して無事にキノコの港に到着。足場を作ってと、ワンコたちを上陸させましょう。上陸第一波は住居に。メイドさんを含めた第二波は事務所にご案内。これで、ウェンカムイによる難民輸送任務が無事達成しました。港に入った船っていいですね。あらら、ついてきちゃダメよ。ハウス。これにて、第一段階の海上航路の確保は完了したわけですが、キノコの里の紛争問題を放置しておくわけにはいかないので、もう少しだけ、キノコの里に滞在します。運河建設予定地の村とのは並行策もしないといけませんからね。運河建設予定地の村っていうのも、面倒になってきたので、これからは運河村と呼びます。運河建設の前に、建材の加工や輸送、建設予定地の下見などやることはいっぱいあるので、キノコの里のは並行策と同時に進めていきます。キノコの里のは並行策対象は、インド文化のハンドル村と、運河村に限定し、その他の高専的な村には天罰を下す方針でいきます。特に、キノコの里の南西にある、ノルマン文化の村は、ハンドル村とアステル村にも、喧嘩を売っているので、お灸を据えてやることにします。
とりあえず、資材を売却しながら、周辺の村への評価を調整していたわけですが、いつの間にか発展が完了していました。立派な軍事都市に成長した、キノコの里。防壁とか、いろいろ建設したくなりますが、ここで建築してしまうと、運河建設に必要な建材も、建築有無も足りなくなるので、我慢しておきます。次回は、南西にある、やたらと好戦的なノルマン文化への懲罰戦争と、ハンドル村での新たな建材の調達になります。それでは、今回はここまで。また次回、お会いしましょう。チャオチャオ。